皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2024年1月の17日水曜日でございます。気温は7度といったところでございましょうか。やっぱり寒いですね。そして本日はやっぱりこんな感じです。はい、こんな感じでございます。まあまあ逆に言えばこれこそが真の引きこもりスアワーと言えまして、はい、真引きこもりスアワーですよ。もちろん真っていうのはカタカナで真ですからね。カタカナで真って流行ってますよね。それに便乗してこれも真引きこもりスアワーと言いたいと思います。そういうようなわけでして、本日も引きこもりスアワーお付き合いよろしくお願いいたします。そしてやっぱりお便りお待ちしております。そうですよ、昨日も皆様にお伺いしましたけれども、こういうところパワーアップしたらとかそうしたご意見もよろしくお願いいたします。まあまあでもちょっとずつ皆様のご意見を取り入れ、もしくはちょっと気になった部分を改造して今の引きこもりスアワーがありますからね。ですから皆様と作る引きこもりスアワーということでございまして、はい、皆様もお気軽にご意見くださいますと嬉しいばかりでございました。じゃあどうしましょうかね。本日特にこうコメントもそれにあとお便りもありませんから、何をお話ししましょうか。何がいいかな。あ、そうですよね。皆様気になっていらっしゃることございますよね。気になっていることにお話及びますか。じゃあ皆様が気になっていらっしゃる例のあれに。でも例のあれは明日にしますか。その方がもったいぶってる感があってワクワクが増しますよね。明日なの？ちょっと今日にしてよっていうような、そういうちょっとなんかこうムズムズワクワクした感じがまたたまらないと思いますからね。じゃあ明日にしましょうか。明日に。それともやっぱり今日情報知りたいです。まあじゃあどうしましょうかね。悩むな。そうだな。じゃあわかりました。今日にしましょう。今日に。はい。皆様が期待に胸膨らませていらっしゃると思いますからね。じゃあ告白させていただきます。はい。いきますよ。はい。僕の電動歯ブラシ、新しい電動歯ブラシを導入した感想。いきますよー。はい、新しい電動歯ブラシはまだ使っておりません。まだ使っておりません。まだはい、もうちょっとまだ前の歯ブラシでいけるよっていうところでまだ使っておりません。はい、まだもうちょっといけますよ。まだ前の歯ブラシが。ですので、まだアプリとかも入れておりません。でも、楽しみは膨らんでおります。どうなるんだろうって。はい。どうなるんだろうっていう、楽しみは膨らんでますが、やっぱりまだ前のが使えるっていうところを考えると、もうちょっとってなっちゃうんですよね。もういい加減に早く使ってよって思われるかもしれませんが、僕はもうちょっと前のがはい、それとももうどうしましょうか。もう変えちゃいます？どう思われます皆様。そこら辺もじゃあ皆様よろしくお願いいたします。歯ブラシの替え時、これ前も募集しましたけれども、皆様は歯ブラシの替え時、はい、どういうようになったら変えるとか、もしくはちゃんとした期間を決めてるとか、そういうの何かございます？ですから歯ブラシの替え時を皆様お願いいたします。どうかよろしくお願いいたします。そして今日ちょっと声低めじゃないって思われました。そうなんですよ。やっぱりちょっと朝方はなんか喉がイガイガして風邪っぽいのでございます。鼻もちょっと詰まり気味で、ですからなんとなく声が低めだねって思われても仕方がないなと思いますよ。体調管理しているつもりではございますが、なんとなく朝方は崩れちゃうんですよね。すみませんね、万全な体制で臨んでいなくて。でも比較的まだ昨日よりは良くなったような気はいたしますよ。はい、甘噛みいたしましたが、昨日よりは良くなってはおりますよ。ですので話しやすさは昨日よりは話しやすいというところはございます。はい。でもやっぱり喋りづらさはあるっていうところはご了承いただけますと幸いです。そういうことでございまして、じゃあ皆様が期待に胸膨らませていらっしゃった情報でございました。すみませんね、ちょっと肩透かしをはいさせてしまった感じがいたしまして、そこは申し訳ないなと思います。とのことでして、じゃあ行きましょうか。そろそろ他には何かあったかな。あとは最近はいなんとジャムキッチンは MV を作ってますよー。そういう風に言わせていただきたいと思います。 MV ですよ。 MV っていうのはすっごい優秀な賞とかそういうことじゃございません。それじゃあございません。 MV っていうのはミュージックビデオの略でございます。はい、ミュージックの M、 そしてビデオの V、 それを取って MV でございますよ。はい、その MV を今制作中でございますからね。ですのでもうちょっとしたパニック状態です。もう大変です。エブリデイこの放送はあるじゃありませんか。それに通販うさぎ部長、皆様通販うさぎ部長をご覧になってくださってます？通販うさぎ部長まだっていう方いらっしゃいます？まだの方はいお願いします。はーいってまだの方がいらっしゃいましたならば、通販うさぎ部長これは毎週1話更新しますから、ぜひともご覧になってみてください。今からでも全然間に合います。ですからぜひともよろしくお願いいたします。ですのでエブリデイこの引きこもりスアワープラス毎週って何て言うんです？英語で毎週エブリウィーク通販うさぎ部長でございますから、もうてんてこ舞なのでございますよ。はい、てんてこが舞い踊っているのでございますよ。そういうことでございまして、もうアニメーション動画制作まくりでございます。そんなパニック状態のジャムキッチンではございますが、こうして引きこもりスアワーエブリデイサボらないの偉いねとかいうお言葉ございません？そういうお言葉。さあ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 。褒めてください。褒めてくださいよ。褒めてくださいよ。褒めてくださいよ。エブリデイやっているの頑張ってるねって褒めてくださいよ。それをもう強く言わせていただきたいと思います。頑張ってる方ですよね。頑張ってるか頑張ってないかで大きく分けたら絶対頑張ってる方ですよね。どうです？そこ。さあ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 、もうさあさあがしつこいよって思われるかもしれませんけれども、もうそういう風に言わせていただきたいのでございますよ。だって誰も何にも言ってくださらないんですもん。作者さんすらですよ。作者さんもリスはいつも頑張ってるねとかないわけですよ。全くないんですよ。全くですよ。全くないってちょっと信じられます？信じられませんよね。エブリデイしてるのに作者さんからもなんかそれが普通じゃないみたいな感じになってますけれども、普通じゃないですよ。普通じゃないと思いませんか？それとも皆様もああ引きこもりすエブリデイ普通だねみたいになっちゃってるんですか？まさかのなっちゃってるんですか？普通じゃないと思います。エブリデイは普通じゃないと思いますよ。そこをもうちょっと評価してください。よろしくお願いいたします。もう昨日も似たようなこと言いましたけれどもね。でもだって誰も言ってくださらないんですもん。誰も。そうなんですよ。そこは大きな問題だと思います。ですから本当にもうどなた様か評価をしてください。評価を。そして何かお仕事もください。僕にはいこれ宣伝してとか、または CM に出ないとか、あとはじゃあ地上波でやろうよとか、はい、どなたか権利を持っていらっしゃる方、はい、強い権利を持っていらっしゃる方がご覧になっていらっしゃいましたならば、どうかよろしくお願いいたします。僕はもうそうですね。じゃあわかりました。はい、靴も舐めます。靴も足の指も舐めますので、よろしくお願いいたします。もう本当にもう貸し付きますので、よろしくお願いいたします。そういう風に言わせていただきたいと思いました。お望みならばですよ。お望みならばでございますからね。でも今時そういうのをお望みになっちゃったならば、きっと周りからバッシングがあるから、それはお望みじゃないとは信じさせてはいただきたいですが、ですのでお気軽にはいお問い合わせくださいませ。僕にこうしてほしいよっていうことございましたならば、はい、ぜひともよろしくお願いいたしました。とのことでございまして、じゃあ行きますか。はい、本日トントンって行かせていただきたいと思いますしね。じゃあトンって行きますよ。それでは次のコーナーに行かせていただきます。お次ははい、お夕飯コーナーですね。では行きますね。僕の昨日のお夕飯はお豆腐バーガーでございます。それというのもこちらじゃじゃーん。なんと、はい、お豆腐に、これね、トリュフ風味バーガーなんですよ。トリュフ風味バーガーをズドンと、はい、合わせたものでございます。それによってどう感じたかと申しますと、正直な感想を言いますよ。うんまい。うんまいです。うんまい。はい。実は、この、ハンバーガー、これレンジでチンしたらというか、チンして、食べるハンバーガーなんですよ。多分そうなんです。ですから、チンしていないまま食べると、パンズがパサパサなんです。パンズがパサパサ。でも、そのパサパサのパンズ、これが、お豆腐と合わせることによって、しっとりと食べられることができるんですよ。ですから、はい。パサパサのパンズがしっとりと食べられることによって、むちゃくちゃ普通に美味しくなります。お豆腐と合わせると。これ、本当にお豆腐と合わせてみてください。そうすると、本当に美味しくなりますから。本当に美味しく。すみませんね。ちょっと今黙っちゃいまして。やっぱり喉のイガイガが、ちょっとあります。すみません。そうなんです。本当にこのパサパサのパンズが、しっとりお豆腐と相まって、ものすごい美味しくなりますからと言わせていただきますよ。普通に美味しいです。普通に。ですから、ぜひともこれはやってみてください。このハンバーガーをご存知の方、はい。レンジでチンしなくてもお豆腐と合わせれば美味しく食べられるっていうことを強く言わせていただきます。ですから時短で食べられるんですよ。はい。何もかもが時短で。ですのでめちゃくちゃ美味しかったです。普通に。今回のものはおすすめさせていただきますよ。それだけ本当に普通に美味しいですからね。とのことでして、はい、お豆腐ハンバーガーはおすすめでございました。そういうようなお夕飯でございまして、僕は美味しく食べることができました。はい、とっても大満足ですからねーと叫ばせていただきます。とのことでございまして、昨日のお夕飯コーナー、といったところでございましたね。では行きましょうか。お一言を頼りに、はい、行かせていただきたいと思います。じゃあ行きますよ。じゃん。ペンネームサンピアさんよりいただきました。サンピアさん、またお便りありがとうね。サンピアさんからお便りがなくなった時にはこの放送は終了っていうぐらいの気持ちではおりますからということでございまして、はい、サンピアさんからのお便りはいただいている次第でございます。とのことでございますから、もう見ちゃいますね。じゃん。これは、サンピアさんにしては、普通な、はい、ちゃんと存在するものでございます。存在する食べ物を3つ並べていらっしゃいます。存在する食べ物を3つ。はい。その3つが問題ですよね。じゃあどういう3つかと申しますと、そうだな、まず豚さん、はい、豚さんのお肉を油で揚げてください。はい、そうすると、はい、何になります？衣をつけて、はい、油で揚げてください。衣をつけて油で揚げるんですよ。そうするともうありますよね。はい、そのもう代表的なネーミングがもうこれ以上ご説明しようがありませんよね。それでございます。まずは1つ目はそれ。じゃあ2つ目ですよ。問題は2つ目。ここが分かんないんですよね、僕。はい、これもまた豚さんのお肉なんです。でも多分豚さんのお肉をミンチ状にして、そして再度固めたもの、それをスライスしたものがそれになるのかなっていうような気がいたします。はい、多分ミンチにしてもう一回固めてスライスしたもの、はい、それを油で揚げてください。はい、そうするとまたそれになりますよね。そして最後は今度は鳥さんでございます。鳥さん、はい、鳥さんも豚さんと同じように油で衣をつけて油で揚げてください。それによってそれになりますかと思います。はい、鳥さんの場合はあれですよ、油で揚げたからといって唐揚げじゃありませんからね。はい、唐揚げじゃありません。はい、鳥さんのそうなんです。豚さん、そして薄切りの豚さん、そして鳥さんの験担ぎで勝負ごとで勝利するときこれを食べたりしますよ。それがついている3種類でございます。勝負ごとで勝利したいときに食べるもの、そうなりますともうつける言葉が1つしかございませんよね。はい、そうでございます。ほにゃ負けとかはつけませんからね。負けの反対はそうですよね。そういうことでございまして、ほにゃ負けとかは言いませんから、もう本当にあれしかありません。もうあれしかとのことでございますから、あれっていうことでございまして、あれをつけてくださいませ。3つともそれがつきます。3つともですよ。ですので豚さん、そして薄切りの豚さん、そして鳥さんにそれぞれ勝利の言葉がつきますということでございまして、もうこれらもう分かりましたよね。ただ真ん中の2つ目、2品目が難しいかなとは思いますよ。2品目に関しましては、これなんでそういう風に言うのか、それを教えてはくださいませんか。普通に僕知らないんです。でも多分ミンチにして固めたものをスライスするから、それに名前が変わるんですよね。そうですよね。それで合ってますよね。違ってます？違ってるなら違ってるで、そのなぜ違うかをお教えいただけますと幸いです。そういうように言わせていただきたいと思いました。とのことでございますので、そうですね、これらのお言葉をいただきましたことによって、僕は何を感じたかというと、どれもこれも美味しそうだよーというところでございますよ。僕はもう大好きなんですよ。多分それらが好きだから、僕の肌の色がこんな色になっているのかと思います。はい、それらが好きですから、それらの色と僕のこの肌の色似てますよね。そうなんです。ですから僕はそういうものが大好物っていうようなことになっていると思いますよ。でもちょっと違いました。はい、実は鳥さんのそれ鳥さんのそれはちょっと微妙だなって思うんです。なぜかと言いますと、なんかこう油っぽくなくて、なんかちょっとなんて言うんですか、お肉に脂身がなくって、それがこの揚げた部分の油っぽさ、これを強く感じてしまうというところがありまして、豚さんに比べるとだいぶ質的に僕の中では落ちるんです。はい、鳥さんのそれは。鳥さんだったらそれにしなくて普通に唐揚げがいいなっていうふうに思います。鳥さんにするなら衣はつけない方がいいなっていうふうに、はい、それは思いましたね。それは強く強く思いました。ですので、そういうところで好みがあるっていうところでございます。じゃあ行きましょうかね。そろそろいかがですか？お分かりになられましたよね。じゃあ行きますよ。それでは行きます。はい、もう悲しみのうちに行きます。悲しみのうちに。すみませんね、今リアクションを間違えましたよ。じゃあ行きますね。それではサンピアさんよりの一言、どうぞ。とんかつ、ハムカツ、チキンカツ。